河村康夫は、日本のスピードスケート選手。滋賀県生まれ。1908年、明治41年5月7日、滋賀県大津市生まれ。1911年、明治44年春、一家で、朝鮮半島へ渡り、ついで満州へ移住。成人して当期は、スピードスケート、下期は自転車競技、陸上競技に専念する。 1931年、世界選手権等に参加。1932年、昭和7年のレイクプラシッドオリンピック。1936年、昭和11年のガルミッシュパルテンキルヒエンオリンピックに参加。1946年末、一家で、旧満州から引き上げ後大阪市。1947年12月、石川県金沢市。 1951年夏から、函館市、1970年と移住。1954年、昭和29年世界スピードスケート選手権、札幌大会に関わり、翌1955年2月モスクワ大会へ、選手団コーチとして参加。終了後単身で、欧州、北欧の競技施設視察。函館時代。 当期のグランドに散水するスケート場作りに関わっていたところ、妻貞子発案によるビニールシートを付設して効率的に製氷する方法を取り入れた。1950年頃から永年にわたり国体ほか全国各地のスケート競技大会に関わる。1963年から1964年昭和38年から39年カーリングの ストーンを鋳物で試作し、大沼公園でテストを実施して、カーリングの日本での普及を試みた。1971年、札幌オリンピックスケート競技役員一職。1985年、第1回冬季アジア競技、大会スケート競技委員一職。札幌オリンピック後から、市民ランナーとして少なくとも1987年、昭和62年まで。 各地の市民マラソン大会に出場する。1997年10月13日札幌市で死去。ありがとうございます。